そうだったよ。私ども基本デザイン協会協会長ということで、大倉が議長とお手伝いさせていただきます。今お話こちらでしてた大倉さんがミラノにいらしたのは1960年とんでもなく古い時代だったけど、私は73年から3年間、まあ、ただ終わりの方が70年ぐらいにいらっしゃる。適当のイタリア、一番おいしいドルチェビータのイタリアと、それからイタリアが熱い秋っていうのを迎えた68年、激動の変化する革命の時代を生き抜いたんですけど、その間にデザインの考えも随分変わったんですよね。そういう話も伺いたいと思って、私はもう混乱の時期でイタリアに行ったんです。だから68年は、まあ、世界中あの学生運動から労働者もイタリアでは大騒ぎで先住運動になって、ものすごく社会の仕組みが変わったんですよね。でデザインもなんか佐藤和子さんっていうあの、デザインのジャーナリズム、向こうでデザイン事務所に行ってその後、編集とか雑誌ジャーナリズムで活躍して、あのずっとイタリアのこうデザインの世界を内側から見た、本をですね、だいぶ前に書いて読むとすごく面白くて、70年代の初めはですね、イタリアには反デザインっていう、デザインしないっていう、まあだから、デザインしないで考えるという時代をちょっと経て、それで80年代、新しいイタリアが再生されたんですよね。どうもそうらしいんですよ。で僕はその建築の、まあ、歴史とか都市の歴史を、まあ、勉強しに行こうということで70年代前半からずっと付き合ってきたんですけど、確かにその頃はデザインというのは一旦考えると、建築もあんまり作らないで考える、その後からイタリアらしい動きがどんどん出て、80年代イタリアの黄金時代、第3のイタリアって言って、イタリアのヴェネト、エミリア・ロマーニャ、それからロンバルディアの一部古墳からですね、ものすごい勢いでデザインが出てくるのが80年代ですよ。今はだけど中国の構成にあってタジタジで、まあ、みんな頑張って、付加価値の高い
デザインとか、まあ、あと結びつくようなものを作ってクリエイティブにやってる、まあ、なんとか踏ん張ってはいるけど大変厳しいみたいですね。だから今のイタリアを多方面にするのはちょっと躊躇するところですけど、ただまあ僕らの世界街づくりとかその、地元のこういろんなものを掘り起こしながら空間や風景をですね、ストックを本当に面白く、引き出しながら演出して、元気をつけていくっていう日本で今一番求められていることが着々とイタリアで進んでいるので、まあ、それはあの80年代以降ですよね。90年代、2000年代どんどんそうなっているので、その状況をまずちょっとお伝えしようかなと思います。で、あのこれはあの我々調査している、まあ、地域の一つで、オルチャバーレドルチャっていうんですね、オルチャ川流域と我々訳してユネスコの世界遺産になってるんですけど、そこではオルチャ渓谷って言ってます。その5つの自治体があって、その一番ちっちゃい、ま、町のそのまた、横にある村なんですけど、まあ、こんな、もう残っている人たちはじいちゃんばあちゃんばっかりで、ところがですね、こういういい町が蘇ってきてるんですね。すごく蘇ってきて、いろんな動きがあるので、我々このこういう村がどうしてこう元気になってきつつあるのかっていうのと、まあ元々の豊かさですね。でも50年代60年代は本当に加速化が進んでいた。80年代本当に貧困の中にあったそうなんですね。でなかなかいいんですね、この町が。で、こういう大きな六花っていうんですけど、これがここに大地主がいるんですね。おばあちゃんなんですけど、素敵なおばあさんが。で、これ全部もこの辺持ってたんですよ。あと教会ともう一個のファミリーが全部持ってて、でもう本当に過疎化しちゃって、せっかくの空間が使われてない状況だったんですけど、最近有料企業、ちっちゃい企業がですね、頑張ってここを修復し、この裏の方にも素敵なレストランを開設し、でそこがスポンサーになって我々の調査している成果を発表させてくれたんですね。それがこの教会の内部だったんですね。こうやって、で我々これはあの札幌で建てている上田君って我々の若い仲間なんですが、これはあのむさびの矢野先生って言って画家で建築のこといっぱい書いてる人なんですけど、でまあうちの、大学院の連中、これが野田君先生お世話になってます。なんてみんな集まってですね、ここで発表して、でここはこっちに洒落たレストランが古い建物の中に開設されて、あの昼飯をこうやってパーティーをやってるということで、まあ、こんな動きが田舎町でもおしゃれに展開してるっていうのの代表ですね。でこういう風景が世界遺産になっちゃったわけですね。これがもう本当驚くべきことで、まあ、あのイタリアらしい動きなんですね。日本でも主にこういうのが入ってきてほしいな。こういう風景、トスカーナのこういう風景を注目するっていうのは80年代に入らないと起こらなかったことなんですね。だからまあ60年代からこうずっとやっていくと、何が美しいものかとか、何が価値があるのか、何がこう経済のまた資源になるのかっていう考え方が着実に先にいってる感じがして、こういうのが今すごくかっこいい。でこういうところで取れるワインは美味しいっていう意識が出てきてるんですね。でまあこう5つのちっちゃい町が連合して、ここの流域、一体がですね、世界遺産に登録されたんですね。ビレンツェこっちの方ですね。ビレンツェこっちの方で、ローマこっちの方で、ごめんなさい。ここピエンザっていう有名なあの町があるんですけど、すいません。この辺、モンタルチーノっていうのはワインが一番おいしい。赤のはモンタルチーノ。ごめんなさい。でこんな美しい風景なんですね。ここにカスティリオネ・ドルチャっていうのがあって、まあ、何でもない町なんですけど、こういうところが元気になってる。でここのまあ上にお城があってこんななっていて、ここにですね、まあもともとはいっぱい人住んでたんですけれど、こういう広場も活気があったんですね、60年頃までは。ところがみんなこう流出しちゃって、もぬけの殻になり、でもう人口の3分の1になりっていう、みんなそういう時代を迎えてた。でまあ、だけどヒアリングをしてたどっていくと、まあ、こんないろんな活動があって、ここは飲み屋だったそうですけどね、電報局があったり、その、不動産のオフィスがあったり、まあ、いろんな活動が本当にあった。
って町のセンターだったのがもうもぬけの殻になった。ただこういう広場の美しさが見直されてで、まあ、これはあの参加した絵の前女子学生が描いてくれたんですけど、で最近は例えばこれなんかもあのローマに住んでいる建築家の若夫婦がセカンドハウスとして取得して、ちょっと手を入れてですね、1階はあの元々家畜小屋なんですね。1階家畜小屋をこう、まあ、台所と食べるなんていう食堂にして、で上から入る、今ですね、こう上からこう斜面なんで、でここを階段で内部につないで、で快適な2層の居住空間にしてセカンドハウスとしても毎週来てるという、まあ、こういうふうにしてストックがですね本当におしゃれに生かされて、街が徐々によみがえってきている。ここなんかも斜面を利用している理想の家なんですけれども、もともと1階は動物小屋ですね。で、そこを台所と居間にして、で、まあ、ここは内部でつないでるかな。でここも菓子、夏の菓子屋にしています。でこっちがあのさっきのシンポジウムをやった、ロッカドルチャといいまして、すぐ今のカステリオネドルチャから歩いて 10分ぐらい15分ぐらいずっとこう綺麗な風景を見ながらこっちに移動して、もともとは違う自治体だったんですけど吸収されちゃいました、戦後で。ここがあの井戸のあるさっきの広場ですね。でここがこの辺に教会があって、ここでシンポジウムだったんですけど、ここも着実にこう蘇ってきていまして、この大きな大家さんの、大地主が持っていた、まあ、家作というか、こっちの方には繭を育てていた開口部屋があったり、あるいは牛小屋があったり、小麦の倉庫があったりしたところを今イノベーションして、レストランと B&B っていう、あの泊まって朝食だけっていう、我々もここに泊まるんですけど、それから、まあ、いろんなものがポツポツこっちに B&B が出てきたり、ちょこちょこっと、それから新たに地元の若夫婦が、居住したりですね、本当にもうもぬけの殻になっているところが徐々にだけど入ってきて人が訪ねていく、そういういい感じの体制が行われていて、でまあだけどやっぱりまだあんまり調査が行われてないので、こういう広場がどんなふうに使われてたのか、どんな記憶があるのか、どんなふうなこう人間関係だったのかっていう過去のですね奥深さを紹介しようというふうなことやってる。で、これなんか B&B、 あ、これはあの大家の大邸宅です、ね、で、彼らがあの年齢に持っているこれ B&B なんですけど、ここは若い夫婦が、積み込みで、管理をしていて経営していて、でもう昔からの農民がですねここで工作をしていて、で大家は時々車でやってくる、こういうB&B が村とのベッド&ブレックファースト、ベッド&ブレックファーストB&B っていう考え者があって、これベッド&ブレックファーストって言いまして、あのイギリスから始まってイタリア人に非常にピッピッとする家族経営で、こういうところにあのベッド&ブレックファーストに行っていて、あ、ここだ、ごめんなさい、こんな風ですね。で、これがアグリトリズムといって、こういう農場がどんどんあのおしゃれに、新しいタイプの観光で人を引きつける、風景とお料理と古い建物を生かしたデザインと、そういう総合的な五感を楽しませている。で、いろんなタイプの人が U ターン、I ターンで戻ってきて古い建物を大切にこう蘇らして、なんか建築の力は本当に大きいんですね。舞台、そこでシャルターセカンドハウスにする、B&B にする、レストランにする、別荘にするということで、まあ、あのだんだんこう若い人の価値を認めて入ってきてるっていうのが90年代以後ですね。2000年代になってもっと進んでる。で、もうちょっと遡ると大倉さんがいらっしゃった60年代っていうのはまだあの歴史的都市の保存か開発化って揺れ動いた時ですけど、それが60年代に、保存しようっていうことで、開発はまた開発すべきところでやるっていうことで、こういう町が保存再生されることになってきたわけで、そういう中で
常になんてこともない街、本当にトレビーゾってモニュメントとか歴史的あの観光上のスポットとか何もないんですね。だけどトータルに見るとものすごく魅力がある。川が流れてきて、このアバファブリックもいいし、でこれ集まるところがいっぱいあって、でこれを歩行者空間しかし、そして周りにベネトンとかですね、デザイン性の高いそういう企業が現れてきて、デザイナーがいっぱいいて、クリエイティブになり、まあ、何よりもグルメなんですね。そういう総合的な良さがこの歴史的都市をこうなった。これそうです、ここです。ここはあのシニョーリ広場といって、夕方必ず7時、6時から8時半まで人が集まるんです、ね、でこんななんてことのない風景が非常に魅力がある。水車がたくさんあったのを残してるんですね。だからいわゆる町並み保存っていうのとちょっと違うんですね。もう全部こう魅力をアップする、こういう、まあ、地方の 地元の信用金庫銀行の本社で、これが彼らが取得した、まあ、スカルパの弟子がリノベーションした、こういう商館建築なんですけど、これがギャラリーになったりしている。まあ、デザイン力、これそんな繊細じゃないですけど、デザイン力が大きくものを言う時代になってきます。これが80年代から90年代です。で、まあ、ベネトンが周辺から出るんですね。で、まあ、これはトビア・スカルパ、スカルパ の息子がやったもので、で、これちょっと安藤さんの影響を受けてるんじゃないかと思うんですけど、入ってって下に全部埋設してるんですね。そこ行くとこういうスタジオがあったり、ショールームがあったりで、ポステルカラーこれが上にあったり、そしてちょっと離れたところにビルラのルネサンスがあって、そこがあのヘッドクォーターになっていて、社長室とか、来賓室があるんですね。こっちですね。こういうのを生かしながら、でこれ安藤さんが割と古い建物を生かす、プロジェクトとしては早い時期のものですね。これでイタリアの職人が好きになるんですね、安藤さんは。まあ、こういうことを企業がやったっていう、これが80年代ですね。で、サルデニアでちょっと面白い動きがあったので、これは我々の本がですね、幸い向こうで建築が、あの建築家協会の賞をもらったので、これでお呼ばれしていきました。でサルデニアなんですけど、まあ、この辺がですね、山あいのすごいところで、山賊がまだいるっていうように言われるような、まあ、こういうところです。内陸のものすごいところなんですけど、もともとそののんびり蒸気機関車が走ってた、そういう単線のローカル鉄道がもう廃線になってずっとほったらかされたんですが、そこをリノベーションして、この地元の素敵なですね、マリア・ライっていう今90歳超えてるアーティストなんですが、非常に前衛的なインスタレーションとか街中くるんじゃうとかですね、そういうことをやった人の地元なんですけど、彼女の、ギャラリーになってるんですね。でこれが駅舎で、ここがプラットフォームで、ここに線路があって、これが、車庫なんですけど、これ全部ですね、彼女のために、アートギャラリー、アートの殿堂にしたんですね。あの、まあ、非常につつましやかな建物で、あの小規模なギャラリー空間なんですけど、こう海が見え、山が見えですね、サルデニアの本当に心臓部に保留された、あんまり過剰にしない で、自然と対話するようなアートの空間があるっていうのはちょっとびっくりしました。山の上です。まださらに背後に山があるんですけど、結構スローフードのね、まあ、これ有名ですよね。こういう動きがやっぱり大量で出てきたというのでこれが南の方に今展開してるんですね。でこういう動きが都市の中がだんだん魅力的になりできているんですよ。で田園が魅力的になり、その動きがあの南イタリアに行ってるのが今の特徴で、まあ、それも我々の、狙いどころで、ここは自分自身が留学時代にではなければチステルニーノというところで、ここでフェスティバルデイセンシっていうのが行われて、これは五感ですね、感性のフェスティバルで、ここで、建築アート音楽演劇などを、まあ、柱にしたいろんな試みが一夏繰り返されるんですね。それでチステルニーノの中心で、このここのパラッツォが、メイン会場で、そこの馬小屋で我々の調査の、発表のこう展覧会をやらせてもらいまして、すごく、まあ、洒落てるというか、
でこれが開会式なんですけど、これまあ田舎町なんでロバが来ましてこういう笑っちゃうんですけど、で市長さんって偉いんですよね、向こうはね。市長さんものが偉くてトリコロールっていうたすきがけでロバがいて、で市民が下でっていう、これは地形を利用した、都市構造を利用した舞台設定なんですけどね。それで止めてもらうのは隣町のロコロトンドの、ここが農場がですね、マッセリアっていう大土地醤油の農場が、これが見事にまたリノベーションされて、大変おしゃれなブレッド&ブレックファーストになってるんです。で、これがロコロトンドなんですね。こういうのを見ながら優雅に泊まって、まあ、これ歩いても簡単に行けるんです。で、朝食を気分よく食べて、美味しいんですよね、またこれがプーリアは。めちゃくちゃ美味しくて。ちなみに、疲労に今度プーリア料理店アンティーキサポーリーというのが誕生したので、ぜひいらしてください。ちょっと私、言ってる前にどこでしたの？プーリア地方、黒神かかとの辺。あ、ごめんなさい、かかとの辺なんですけど、プーリア地方。で、これがもう馬小屋とかチーズ小屋を改装した、こういう、まあ、本当になんてことないんですが、すごい規模によく宿泊できるんですね。で、1回だけ仕事を、したんですけど、こういう、またビルラっていうのが、マッセリアですね、農場ビルラなんですけど、それが点在してるんですが、そこで夜、講演会をやってもらって、まあ、要するに、オープンエアでやるのがもう、向こうでは当たり前で、スクリーンに映して、深夜ですね、8時半頃からこんなにいっぱい集まってくれて、車で、もうデコボコ道を、よくぞこんな集まったなと思うんですが、本当にみんな、面白いですね。こういう演出をするあのアートとか建築とかなんか大好きなんですね。みんなじいちゃんばあちゃんも集まってくる。こういう雰囲気っていうのは本当にいいなと思いまして、場所の使い方がうまい。で、これはバーリーベッキアって言って、これもかかとのプーリア地方、ブリンディシとかバーリーとかもうギリシャの船で行ける地域、あ、本当に地中海に突き出したあたりなんですが、このもう中心部、岬のように中心部はもう高密でアラブ的で、治安が悪くて、ナポリ、パレルモ、バーリが 3つの悪い、どうしようもない街だって言われていて、誰も近づくなって言われてたところですが、最近は良くなってきました。で、こういう中にある、こういうですね、これ中世、サンジミニアンのような塔の家が中世に3つぐらいあったの、ルネッサンスに合わせてパラッツォにしたんですけど、それがもうほとんど使われてなくて荒れてたんですね。そこに地元のアートプロデューサーの女性が目をつけて、仲間と組んで出資させて、ある程度お金作って借金しながらですね、全部リノベーションして、現代アートギャラリープラスアーティストインレジデンスを作っちゃったんです。これは本当にびっくりしました。もう周りはおっかない泥棒釣りだらけの言われたところなんですけど、で本当にこう、これ中世の区体なんですね、構造体で、で工場住宅なんです、全部。これ上の方3階ぐらいにいるんですけど、こうやってみんな仲間が集まって、その晩も仲間が来るからいらっしゃいって言うんで、みんなでパーティーに呼ばれて行ったんですが、彼女は住んでるんですね、子連れ、あのファミリーも行って住んでるんです。で、本当にアーティストが来て、本当にアーティストインデーズですって機能してるんです。ずいぶん綺麗になりましたよね。ずいぶんめちゃくちゃ綺麗で、だからこういうあの古い素材、南イタリアっていうのは全部石造りなので迫力があるんですね。で、これはヤムロさん、ここも行ってくれたんですが、彼がさっさっさって書いちゃうんです。これが大いに受けて、本当にうまい絵を描いてくれる。で、まあみんな仲良くなって、こういうまたイタリア女性らしくパフォーマンスをやってくれて、まあ、こんなところがちょっとアーティスティックに蘇ってきたんです。最後イソニアしてアマルフィなんですけど、アマルフィ海岸で、僕日本でやっぱり一番欠けてるのは、その一つの地域ですね、地域、一個の町だけじゃなくて、そのある広がりを持った地域のポテンシャルの素材をどうやって引っ張り出して繋いで、クリエイティブに地域をもう一回蘇らすかっていうことが、日本は本当に下手になっちゃった。イタリアは一個一個の町が魅力的になってきたのと同時に、周辺の農村と町のつながり、
それはスローフードって大きいんですけど、そしてその個性あるちっちゃな村町が連帯してつながってあるエリアをこうもう一回引き上げるっていう、こういう時代に来てるんですね。そのテリトリオって言うんですけど、テリトリオ、テリトリオ、トリでしょ、土地、地域、縄張りの地、テリトリオで、アマルフィの場合は幸いアマルフィ海岸っていうのがテリトリオ、テリトリオなんですね。で、だからこれはアマルフィなんですけど、ここだけじゃないからですね。まあ、アマルフィそのものは大変よくやって我々も6年間調査したんですけど、夜がいいんでね、夜ですね、こう港の周りをみんなパッセージャーとして要するに市民がこう楽しむ舞台がいっぱいあるんですね。さりげない演出だけなんですけど、それが非常におしゃれになっていて、みんな気取って飾って黒人型街を歩いて、これは昔から舞台であったんですよね。60年はなかったんですか、パッセージャーだっていう。ああ、よかった。それはあったと思うんです。これ、アマルフィのちっちゃい町が、本当に強いのどこでもやってるわけですよね。で、舞台がある。これは歴史的な外の外。で、アマルフィ海岸にもちっちゃい町がいっぱいありまして、それを比較しながら、共通性と違いと、そのつながりを、歴史的なつながりと現在、またそれをどうつなげようとしてるかっていうのを、まあ、見てるんですけど、みんなこう、共通性と違いがあって、同じもの同士だけじゃ仲良くならないわけです。違いがあるからこそ仲良くなれる。日本はみんな同じになろうとしてるから、お互いに足引っ張り合う。いがみ合う。これがまずいですよね。個性を伸ばすと、それがつながっていくということですね。で、我々海の側からばかり見るんだ見るんだって言ってたんですけど、実はそうじゃないっていうことが分かってきて、山とのつながりが重要なんですね、これ。で、幸いこのうちの研究室にもなっているマッテオ君っていうのが、ベネツィア出身でアードロで育って、北で育った建築出身のところで研究者なんですが、写真がうまいんですね。で、アルペニストなんですね。山登りなんでもないんですね。さっさとこういうところ登ってくれるんで。で、アマルフィ海岸を上から見た写真ってあんまりないんです。だからこれ見ちゃうと、へーっと思って、この美しさですね。本当に三陸もそうやって写真撮るといいと思うんですけど、で、町村をつなぐこういう、まあロマも行き来するの大変ぐらいな、でもちろん外に外部の人は絶対知らないようなこう抜け道、これが重要な毛細血管でセンピエロっていう言葉があるんですけど、これが有機的に地域を構成して、山と海をつないでたんですね。これが大変だけど環境的に面白いというか評価の対象にもなってきてるんです。でドイツ人なんかこういうところを歩く観光が今好きらしくて、長期滞在をしてこういうところが資産になってるんです今。でポジターノは石田純一が大好きなところでいつもここを自慢しますが、本当に綺麗なところ。でも意外にこの辺の立て込んで迫力ある風景になったのは新しいんです。20世紀になってからなんです。だから演出がうまい。でこう本当にこう綺麗な街なんですが、比較的新しくて、コアは古いんですけど、で新しく崖っぷちに作ったホテルの上にこういう、オープンな雰囲気の海を見晴らす素晴らしい昼も夜もいい、こういう仮設のテントの、レストランがありまして、まあ、雨が降らないっていうのは絶対条件ですけど、いい条件ですが、本当に気分がいいので、ね、もう快楽、もうこういうとこ来たらちょっと日常生活に戻れないっていう、だからこれこそがバカンスなわけで、でここで気を養ってまた日常に戻るという、まあ、そのスイッチを切り替えるで、だけどそういう華やかなものを支えている町の周辺の構造があるわけですよね。漁師がいっぱいいるわけですね。漁師がいて農民もいるんですね。アマルフィ海岸の中にその分断が前からあって、でまあここにプライアノっていうその村の農家を訪ねたんですけど、洞窟住居なんですね。で下にも家持って行って、子供たち家族がこっちで学校に向かえるんで、このお父さんはですね、毎日ここに通ってくるんです。大変なんですね、まあ、そうやって地域を耕してる。でこれ最後ラベルロっていう感じなんですが、大変ここもエレガントで芸術音楽 その祭典がしょっちゅう行われて、イギリス人外国人が大好きなワグナーもここが好きだったと。
というところで、12、3世紀のすごいアラブ様式の、ビルラが、パラッツォがこう海を見晴らす一番いいところにいくつも建てたんですね。でここにヴィラ・ルーフォロっていうのがありまして、そこも、一番見どころになってる。こういうアラブ様式の、アーチを取り込んだ、アトリウムを取り込んだ、ホテルのエントランスホールなんです。だからびっくりします。こんな山の上に、山の上なんですけど海を見晴らす。でこれが金持ちのヴィラなんですが、エントランスのところにこういうでこれアトリウムですね。多分世界のアトリウム、中庭空間でも圧巻の一つだと思うんですが、アマルフィにもないんです。でこれが海に開く庭園なんですけど、ここにアラブのお風呂があるので、明らかにここはもう12、3世紀から庭園としてテラスとして意識されてたと思います。この造形はルネサンス以後かもしれませんけど。で、またもうこういう有名どころだけじゃなくて、アマルフィの上の方にポントーネっていうちっちゃい村があって、最近はここが注目されていて、でもそこに行くとまた同じように12、3世紀のアラブ様式のお金持ちの家があるということで、つまりみんな山と海がつながってる。で最後ですね、ここはアマルフィはずっと富を蓄積したんですけど、海洋都市としてもダメになった後は製糸業、つまりこれ渓谷なので川が流れがきついんですね。それで水車を回して紙を作る、それを中世からずっと18世紀までやり続けて、アマルフィがヨーロッパの紙のリーダーだったんです。でそれが大々的なこんなものにして、この産業遺産がこの、渓谷、アマルフィ海岸の渓谷に20ぐらいあるらしいんです。それをうちの若い人が、向こうに調査してきました。こういうすごいのが残ってるんですね。これも全部数層の、上からじゅぐりじゅぐりに水を流して、それぞれのフロアに水車があって、いろんな産業があったっていう、とんでもないところで、これが今祭壇の資産になって、こういうのを生かしてリノベーションして、産業さんを生かして、もう一回またアマルフィ海岸トータルのイメージを高めて、なんかやろうという、そういう単なるマスの観光じゃつまんないというふうに考えています。というのが最新情報です。すいません。なんか最後の画像なんか出しておきましょう。生きてきてなかなかいいから。今の話の中ですごくいろんなことが出てきましたね。区別で重要なキーワードが出ちゃったような感じがしたんだけども、僕はこの間聞いた話だけど、イタリアでは 7割ぐらいがセカンドハウス持ってるんだそうですね。でそれ聞いて驚いたんだけれど、実際確かにミラノにいた時にもすごくなんか楽になると2ヶ月ぐらいで休んでどっか行っちゃうわけですよね。私もちょっと尋ねてこないかなって言われたけど、結局行かなかったけれど、もしあの延長でみんなが夏の2ヶ月ぐらいはどっか行くっていうことになれば、7割ぐらいで参加を持っててもおかしくないなっていう感じがするんですけどね。あれそんなこちら一緒にそんなには持ってないと思いますけど、ただこれ貸し別荘もいいよね。もちろんね、そういうところも含めてね。でもそうするとしょっちゅう移動してること、あ、2ヶ月だったら一帰りだけで、あとはすごい定住なんだろうね。あとですね、旦那は結構働いてるけど、奥さんと子供があのセカンドハウスビルダーっていうのが多いんです。あ、そうか。でいつもその、奥さんが泣きじゃないか電話をかけてくる、うん、働いてることが確かにそういうパターンはよくある。で都会で都会に行ってなんか他の女を取り込んでるみたいなことがあるかもしれない。それと海と山と両方行きますよ、ベネツィア人は。前半で海に行ってリゾートとか、で後半は山に行く。あ、そうですね。そういうのもある。あ、そうですね。やっぱり両方持ってて、同じく、まあ、僕はミラノだったからミラノの話ばかりになっちゃうんだけれども、やっぱり山行って、要するに北に行くのと南に行くと両方やってましたね、みんなね。確かに。でもよくなんか出かけますよね。それはそうですね。やっぱりっていうのは、夏は完全に社会がストップするので、まあもう2ヶ月だけなんですね。2ヶ月はないですけどね。僕は1月ぐらい、まあ、違う、夏の全然遠い時期にですね、今年夏、大久宮はどこ行くなんて言われて、それでもう夏の話をしてるわけですよね。本当夏場は仕事が
ね、仕事仲間のメールでもなかなか通じませんいやそれで今こうスライドでいいのかな、これ見返してもらって、やっぱりそのやっぱりギャラ見てるというんだけれど、うまい仕方でその自分たちもであるけれども外国の環境学の取り込むような仕組みをどんどん作っているっていう今ね現代的なその実感をちょっとね持たせてもらったけど、やっぱりそのアメリカ人もでしょうか、日本語で今使われていることがね、それの現実版っていうのがすごく進行してて、それをちょっと見てきたっていう感じでしょうね。なんかね、そうですね、あのよくグローバリゼーションが世界均一にしちゃって、それがどんどん地域を壊していくっていうふうにも言われるわけですけど、日本は特にそう言いますが、どうも僕がイタリア見てると逆で、グローバリゼーションの精神というか、そこの良さをダイナミックな世界を体験したあるいは知ってる人が戻ってきて、でそこの地域の良さを再評価して、そういう面 でそれを生かして発信して、そういうグローバリゼーションを逆転利用して、あの地域の個性を発揮しているような気がします。だからみんな本当にサイト、あのホームページの前に来てるし、だから国とか東京とかそういうの関係なしに、仲介する組織なしに、ダイレクトにあのこう小さなホテルでもペンションでも、アルビーノでも B&B でも直接世界中のお客さん来るわけですよね。で彼ら全然英語なんかできなくて関係ないんですね。まあよくちょっと話が広がる、日本との話はするって話なんだけど、ご存知のように例えばよく知られてるんだ、フランスは観光客が日本の7倍ぐらいもある、イタリアにしたって5、6倍がそのあるんだろうと思うんですけども、そういう中での話ですよね、やっぱりこれはね。そうですね、うん、ただですね、観光のあり方が本当に変わってきたらしいですよ、うん、今アグリ、僕の、研究室から育っていた、京都で教えている宗田義文君というのがいるんですけど、彼はこういうの専門家なんですね、アグリツリズムとか、トスカーナとかこういう、イタリアの地域再生の仕組みを調べてるんですけど、イタリア のベッド数ですね、宿泊、ホテル、いろんなカテゴリーがあるんですよね、ホテル、それから、アグリティフの B&B、そういうのを調べていくと、今、B&B のベッド数がものすごく増えてるんだそうです。で、宿泊者も増えてるんです。だから、本当にちょっとマイノリティじゃなくて、もう本当にメジャーな存在になってきて、B&B というのはさっき言ったようにイギリスの言葉なんですね。全然ですから挟んでるらしい。一泊して、一泊じゃない、数泊でもいいけど、あなただけは出してもらうという、そういう宿泊の仕方なんですよね。だってどのぐらい泊まるの？ですね、例えばアグリツリズムも前は生まれた頃からしばらくは1週間とか3日はいなきゃダメだっていう感じだったんですけど、今は一泊でもいいし、昼飯だけでもいい。そういうことで非常にフレキシブル。我々でも本当に使いやすくなる、日本人はそんなに同じところに3日もいる人にならないからね。あ、そうですね。だから日本人、僕ね、数年前に電車の釣り広告で、どっかの雑誌で週末は B&B で楽しもうって出てたんです。日本の？日本の、はい、でも無理すれば行きますよね。だって、土日で今これ3連休って多いですよね。3連休しょっちゅうすると前後に 1日ぐらいで休み取れば5日あればですね、正味3日使えますよね。3日アグリトリズム止まったら相当リフレッシュできると思います、ね、だからその往復の飛行機で使えちゃうかもしれないけどでもね、あり得ると思います。うーん、なるほどね。アグリトリズムの、その日本人としてね、なんか今日本の街見てる実感があんまりないんで、やはりちょっと行きましょうとかって今言って、ね、一泊して帰ってきちゃうとか、しかも押し切りのホテル、そういうところでアグリスクトリズムから見ているその自然に接するような感じが全然なくて、というような、どうもそのツアー会社がね、しかしに決めてそこで押し切りの旅で終わるというのばっかりしかないので、今はそういういわゆる旅行会社に頼まないで自分で探していく人が多くなってるわけですよね。
イタリア人もそうですし、日本人の若い人もそうですよ、ね。どうやって見つけるんですか、イタリアのそこに。例えばそこのある町のそのお家へ行くってどうやって見つけるんですか、イタリアでは。もうだからネットでどんどん。ネットですか、ね、全部どんどん出てくるので。で、例えば、ちょっとした町だと、町の中に存在している B&B をちゃんとリスト化して、紹介しているような、そういうね、あ、町がね、はい、町がそういうサイトを作っているとね。そういうのああやっぱそうするとこのいわゆるネット時代 IT 時代によって、はい、そうですそれで可能になったああやっぱりね大手のそういう情報 のネットワークに乗っからないと十分できちゃう、うんうん、でだいぶ前にそれこそあの JR の南條さんとか、彼らがですねベローナとか北の方に旅行したいって言って、うんはい、ちょっといいあのホテルないかって言うんであのご紹介したホテルはですねベローナ近郊のやっぱりあのアグリトゥリズムなんですけど、うん、あアグリトゥリズムじゃなくてちょっと農場を改装したシャレタレス、うん、ホテルなんですね、うん、スカルパの弟子がやったっていう、うん、その経営者であり地主なんですけど、うん、あ大家主ですけどそこがやったところに泊まってすごく良かった倉田ナムスナムスさんと南條さんともう2人ぐらいでいらっしゃったんですけど、うん、それが10年ぐらい前ですね、うん、でだからそういうそれもあのネットワークで、みんなで 10件ぐらいのいろんな町の北のベネト州っていうんですけどねベネト州、うん、そこの10カ所ぐらいのホテルがチェーンあのネットワークですので、うん、その頃はまだあまりホームページがあんまり今ほどじゃなかったと思うんですけど、うん、それでも宣伝してうまく客を引っ張ってました。今は本当にそれでみんな行きますから、うん、若い人でもすごく上手にされてました。まあそのちょっとイタリア人の現在考えるとあのネットで検索してそれでもちろんその街が押してるっていうことがあるんだけども何かそれでクレームとかそういうのないんですか、うまくいってんの？あるかもしれないんですけど上手にその辺は。いやあの君谷さんも今度行った時はそういうのこの B&B に泊まったらしょうがないんですか？ディアンドビー最近よく泊まります。古い町で。どこも楽しめた？どこも失敗なかった？ですね、オーバーブッキングとか、いや、かえって大きなホテルの方がエージェントからお金払ってるのにないとか言って、払ってないとか、だから小さいところだからトラブルであるってことはない。大きいホテルでもしょっちゅうトラブルで、うん、まあイタリアに行くのにトラブル、っていうのをね、まあ、無視恐ろしがってたり、ボックが出たりしたんじゃ話にならないので、そういうトラブルとか厄介者とは 5% はつきものだって、そういうふうにいかないと、大らかにいかないとダメだと。なるほど。それは、いわゆる B&B の話ばっかりしてるわけにいかない気がするんだけれど、どういうふうに話を展開しましょうかね、今後。村井さん、どうしたらいいですか？いいですか、このアンマー調子。あ、イギリスから始まったんですね、B&B。イギリスはね、B&B ですけど、街づくりでよく言うのはですね、ダセベッド&ブレックファクトかっていう話があるんですね。カフェ？ベッド&ブレックファクト。要は、朝ごはんからのそこで食べるんですけど、晩ごはんは、地域の、いいレストランとか、外に行くわけですね。なので従来のホテルとか旅館だとその中で完結してしまう、うん、で町おこしっていう意味で言うと周りと連携する必要があるということで、うん、B&B が非常にこう注目されている、うん、まあ、そういうところがちょっとあったりする。そうですね。それとですね、まずね、 B&B って規模がちっちゃくなきゃいけないんです。で家族経営なんです。ということは自分が住んでるところの住宅のある部分を改装して B&B にしてるとしたら一組で終わり。いや、そんなことはない。まあ、隣買い足したりしてることなんですけど、で、貴族の館がバラッツが一部をそうしてることなんです、うん、つまり、歴史的な建物の町の中に宿泊できるんです、うん、で、田舎町に行くと今までのホテルは、うん、旧市街から外に出て15分歩いてぐらいのところ行かないとホテルがなかったんです、うん。だからわざわざ、つまらないアスファルト舗装の普通の道を行って縄文くぐって町に入って観光客にしても我々調査にしてもからわざわざ行くっていうか、うん、ところが B&B は古い町の中にあるんだ、うん、だからもう町の
夜の生活を一緒に呼吸してる感じが、それはいい、それはいいんですよ。それでだから B&B で訪ねる、あの泊まるあの物件っていうのは、うん、全部我々の実測対象なんです。なるほど、民家なんです、うん、すごくいいです。それは今までの観光と違うわけで、街の中に溶け込んで、うん、だから当然夜はあのその辺のレストランで食事をする。日本じゃ古い人どんどん壊してるからね。だからあの実はですね、日本もあのいい街が日本のやってるとこあるんですけど、うん、夜が全くダメなんです。夜がね、みんな帰っちゃうんです。だから昼間、うん、通過して多少お金落とすけれど、この間も美濃市っていう、美濃と美濃って美濃神を、うん、岐阜県ですけど、うん、そこと今アマルフィが本当に、文化交流をどんどんやってくれるようになって、うん、今度の12月にみんなで行ってくれるんですね、うん、我々の方が行くんですけど、美濃の神和紙とアマルフィの神の文化交流で、美濃もすごくいい町で、電検、充電検10年前になっていて、この間見せてもらったんですけど、夜が全くないんですね。だから一軒あの民家を、町屋を改装したすごくいいのがあって、そこにみんな集まっちゃって、他全然ゼロで、ほとんど泊まる観光客がいないんですよ。あ、そこは全然違いますよね。川越だって泊まる人いない。そうなんだ、日本は泊まらないんだよな。泊まって夜のね生活を日本人と一緒に楽しめるのがすごいでしょ。生、うん、日本から来た人たちで、うん、日本の夜って夜の街っていいですよね。うん、だけど確かに夜を見たってやるかないね。だからやっぱりそれは新市街に行っちゃうわけですよ。新市街ね、どこ行っちゃうのかな。本当に確かにあの夜ね、そのさっきのね、あの海岸の散策がありましたでしょ、写真でね、あれなんか見てると、なんかそのでも食事の時間も8時、9時、10時って平気な時間にあることもあるんですね。だけど日本みたいに6時、7時になるともう遊歩区が終わりになるというのは違うんですね。この週末金沢で行われた学生のコンペで、会長はテーマは歴史的都市の再編っていうテーマ、面白い、日本で初めてそういうことが行われてるんですけど、それであの、東工大の塚本さんなんかが仕掛け人で、金沢工大の先生方とか一緒にやってたんですけど、金沢の町はやっぱり小さいから、まあ、車社会ではあるらしいんですけど、もう15分で行けちゃうっていう、だからゆっくりできるわけですよね。だからあんないっぱい飲み屋なんじゃないかと、本当にあのいいお寿司屋連れてもらったんですけど、うん、あのやっぱり豊かですよね、うん、で集積があってコンパクトだから、うん、まあ、東京はまあやっぱり帰りを心配しますもんね、うん、そうだね。しかし今言ってた川越なんかの話出ても、もう川越行ったけどちょっと場所を散策してやっぱり帰ってきちゃった。そこでとどまって、一杯飲んでね、夜を過ごそうなんて気にならない。だからやっぱり観光のストラテジーがないと思うんですよね、本当に。今日本でそういう古い町を子供の間に見せるしても、そこに、なんていうか、見る、ね、知的的なものを見るというだけにとどまっていて、何年作ってそうなんですかって言って、そういうのを教えられて、それで納得して終わっちゃうみたいなね。だからやっぱり社会教育というか、うん、歴史教育、それをもっと使わせるとか、楽しむ、うん、楽しむところまで行ってね、うん、日常生活とかクリエイティブな文化を生み出す拠点とか、うん、器になって、明日の会社のところも心配してる、明日の会社のところも心配なんで、そうですね、だからそこはちょっとね、まあちょっと違うフェーズで日本だと、僕あのあれまたあの、瀬戸内海あのアート祭、芸術祭、うん、あれ2日だけ慌ててこの間見てきたんですけど、まあ、直島はよく知ってたんで、出島と、犬島に行って、まあそこもね面白いんですけど、いらっしゃいました。まだ行ってないですね。あれはまあ行く価値があると思います。うん、あの本当に寂れちゃった過疎で悩んだ、島で、しかも負の遺産というかゴミの産業遺産を廃棄する場所になっちゃったり。まあ、近代産業を支えた製錬所とかですね、そういう煙もくもく海を汚しっていう、そういうところが今蘇ってきてる、それを、まあ、アートでっていう、まあ、福武さんベネッセと北川フランメンやってるんですけど、うん、まあああいう
あの日本の資産をですね、海、島っていう人に恵まれた、だけど近年取り残された、そういうところを現在の感性の環境とか、そういう想像力とか、あの辺の神話があったりですね、本当に深い、長い、奥の深い歴史があるんですね。そういうところは、島がみんな違うんです、個性が。水が湧く島と、そのすごく水が湧く島は、あの棚田があって、ですごくいい風景があるんですけど、そこに西田龍平があのこれの城を教えるのかかったんで、そこあのミュージアムを作って、そこからですね水がこう湧くんですよね。アーティストあんな地元らしいアートを描いてるっていう。今の話は夜を楽しめるかって話じゃない。あ、ごめんなさい。そこなりに行って、あんまり楽しめないですね、そこはね。だからまあ、頑張ってそういう良さを発揮している地域も今まで現れてる。やっぱりそういうとこ行ったら泊まるのはホテル。ですね、僕はあの小豆島に移動して泊まったんですけど、農家民宿っていうのももちろん出てきてます、うん、やっぱりこれからは可能性があるのかな、日本でもそういうふうに、いわゆるその古い施設、あるいは遺産、あるいはその観光のね景観でもいいんだけども、そういうところでそこに留まって一夜を過ごして、それでそこの住民たちと交わるという、そういうふうにあると思いますし、あのだけどかなり意識改革をしないとなるかもしれません。え、何じゃ、意識改革。あ、意識改革。あ、地元の人がオープンになり、そういうネットで情報を勉強して、だから若い人が入んなきゃダメだと思います。あ、じゃあ地元の人はそういう意識になってないという、だから徐々になってると思います。イタリアではそういう田舎の人たちも、はい、いらっしゃいっていうぐらいの気楽な状況、はい、それはかなりありますね。ああ、そこにもすでに大きな差がありますね。僕たちが泊まった南の本当に小さな町で、そこの経営している年配の、夫婦はですね、全然英語しゃべれないんですけど、結構外国人と何かやってましたよ。誰か手伝ってるのかもしれないですけど、だから要するにオープンであればできると、それと外から来て何かやりたいっていうアイターンの人たちをちゃんと受け入れるっていうのが重要ですね。話はちょっと大きくなってきたけど、イタリアは私の知る限りやはり紀元後からずっと、現代に至るまで、現代といって、第二大戦まででしょうけれども、その民族がいろいろ入り混じってね、それで今でも本当にイタリア人がどういう人種かわからないというぐらいの混交しているというところがあるというふうに理解してますよね。でそういう中でやっぱり揉まれてきて、その何て言うかな、変にこう我々は一民族だっていうふうな意識じゃなくてね、なんかその横にいて一番違うところはね、その辺ちょっと今日のテーマなんですけどね、私のとね、なんかだからイタリア人のある人たちに言わせると、イタリア料理はないって言いますよね。イタリア料理っていう言い方はない。あ、そう。イタリア料理というものはあるはずがない。みんな違うから。なるほど。でそれからあとここのさっきのオルチャ渓谷のラディコーファニっていうちっちゃな町に訪ねたんですけど、そこの観光の助役の人がいいこと言っていて、イタリアっていうのは複数 そのゾーンに分かれるから、イタリエっていうべきだった。イタリア語で女性系はアで終わるんですね、イタリアで。でそれを複数にするにはイにするんですね。エって読むんですね。イタリエっていうべきだったんですよね。感心しちゃいましたけど。なるほど、面白いですよね。面白いですね。だからやっぱり一つのイタリアっていうのは幻想であって、だけどその幻想は必要なわけですよね。でも本当は自分たちは自分の国だ、自分たちの独自性があることを言っていて、その集合としてのイタリアっていうのがパワーがあるという、そういう構造を日本は意識して戦略的に作るべきだと思いますね。難しいですね。私イタリアに行った話をちょっとすると、10年いたんだけど、その間にお前なんでイタリアにいるんだって言われてね、日本人ですよ。それは私の
お父さん結婚するときにですね、お前の奥さんの旦那お父さんからと言われたんですけど、で、日本人なら日本に帰ってきてやらないとしょうがないだろうと、何か改革したいって言ったらね、まあ、それがなるほどと思って帰ってきたんだけど、それからあとはもう死ぬ苦しみですね。なぜかっていうと、今言った話、そのイタリアでは何でもないと思われたことが、日本ではものすごく何でもなくて、っていうのがあって、それは言えば通ずるんだろうと思ったら全然通じなかったということなんですけどね。話が抽象的になっちゃうんだけど、まあ、そういう中で あの、イタリアから帰ってきたのは自分の人生あるんですけれども、それだとね、どういうところが具体的に一番ぶつかって、なかなか。やっぱり今の話を見ると、イタリアでは全部その、やっぱり自分が良ければいいという気持ちはやっぱりすごくあるね。日本人はやっぱりみんな気にしてて、どこか所属していて、その所属に従って生きてるという人感がすごくあるわけですよ、ね。だから、本当の、あなたの本当のものが前に行ったときに、それが見えないんで、結局、なんかその生活の中では、所属する組織なり、あるいはそこには頭が上司がいたりなんかして、そういうのに引っ張られて、そういうのにこだわって、その意見を調整して書いてると。そういうのがほとんどじゃないかっていう感じがするんですよね。でそういう点がなんかものすごく、まあ、ダブル構造みたいな日本人持ってるんですね。それがすごく面倒くせえなっていうの。本当はね、よく話してみると何でもないのに。よくやるでしょ。日本人は昼間はドイツ人、夜はイタリア人だなんていうのがあるじゃないですか。本当にそれを実感しますけど。2、3年前に、尼崎に長くいるイタリア人の男性がですね、奥さんは素敵なベネチア建築大学出身の女性のアキテクトなんです、夫婦で、奥さんが、建築家で、女流建築アーキスト、アーキテクトで、男性はビジネスマンなんですけどね、日本、イタリア人、イタリア人の夫婦なんですけど、その旦那が面白い日本人論を出したんですよね。で、ちょっと商用させられたんで、熟読したんですけど、奥さんとはちょっとあるイベントで一緒で盛り上がったことがあるんですけど、その、日本社会ってものすごくこうしっかり組み立てられてるし、日本人は優秀だし、本当に素晴らしい社会であるはずなのに、それぞれの組織、企業で職場で働いてる日本人が幸せそうに見えない、なぜだろうっていうとこから始まって、うん、今おっしゃった組織の人間になりきっちゃっていて、上司の言うことに絶対反対できない。うん、自分の言いたいことを抑えつつ殺して働かざるを得ない行動になっていて、それが多分幸せに見えない最大の理由だろうって書いてあるんですけどね。まあ、あまりにもちょっと日本の見方が一面的すぎて、日本いいとこあるよって僕も反論したくなるぐらいの徹底的に日本のその矛盾っていうか、一人が自由じゃない、日本人ってだけど結構自由なと思う。夜は自由、夜は自由になるけど、昼間だから盛り場が発達するんですよ、カラオケね。イタリアだとカーニバルの時に発散するんですよ。普段発散してるからカーニバルの時は気が狂っちゃうんですね。まあそうですね。だからまあ日本人はこう吐け口というか解放区を晴れとけっていうのはよく言ったもので、なんか毛の時間帯というか日常の窮屈な。でそれがさっきのね、さっきねですが、なんか話、つまりその地方行って夜になってくつろげるはずがなんかね、そうならない。夜になったらイタリア人になればいいわ、誰がいいんだろうと思うんだけど。そうだ、いや、だからそれはやっぱある程度の大きな街じゃないと難しいんでしょうね。だからみんな都会に出てきちゃうね。つまり、だから盛り場っていう言葉は日本語にしかないんですね。翻訳できない言葉なんです。英語にも、イタリア語にも、中国語にも。それで、やっぱりこう、職場と、それから住まいと、第三の空間。でこれはまあ、もちろんヨーロッパになって、劇場に行ったりとか、レストランに行ったりとかあるんだけど、日本の場合の盛り場っていうのは、ちょっと、もっと迫力がエネルギッシュな、自分の人生そのものみたいな、そこで人と交流したり、仲良くなったり、場合によっちゃ、ネゴシエーションをそこにしちゃったり、実態を持った非常に重要な空間ですよね。それが成立せざるを得ない社会構造があって、今と使い分けて、
昼はドイツ人4人ってよくわかるんですけど、だからそれは時代を超えてなくならないんですよね。だからこれはどしがたい構造で、いやでもあの江戸時代はどうだったのかな。江戸の中期からでしょ。中期からです。江戸時代の中期前まではなんかもっと必要なかったのかもしれない。そういう二面構造がなかったのかもしれないからね。やっぱり明治になってからその日本人っていうのはなんか分けられた仕組み、外側から作られた構造にね、こう縛られて固められて、その中で生きろと言われているということ、それがあの小さい組織の中にもあったかもしれない、そのお上に対する標準みたいなものがね、どんどんその国への標準っていうまで大きく拡散しちゃって。でそれが国という形が崩れた、つまり敗戦になった時のこれ、それは企業が取ってからっていう、企業がその、ね、教授を求める組織になる。だから企業だから法人国家になっちゃって、うんね、都市 の、 あの変化から言うと、うん、あのオフィスビル街ばっかりになっちゃって、うんまあ、その前に問屋街もあるかもしれないけど、うん、顔が見えないんですね。そうですね、顔が見えない社会になっちゃう、うん、であの前田中裕子さんという法政大学の先生がいるんだけど、はい、ちょっと建築の OB、法政の建築の OB のイベントで彼女と一緒におしゃべりする機会があったんですけど、はい浮世床っていう江戸時代のまあ小説があるんですけど、それの挿絵でですね、あの江戸の町人地の中心部の、路地の入り口を描いた挿絵があるんですね、こうゲートがあって、でまあ、両側町屋で路地が開けていくんですけど、そこにいろんなこう商売の看板がかけてあるわけです。でも中でいろんな商売がつまりみんなこう自立っていうか、ね、自営業、うん、自営業の比率が江戸時代すごく高かった。あだから、ね、あの稽古事の師匠さんもいれば落語をやってる寄席を経営してるのもいるし、うんあのそれからあの大工もいるしね、酒屋もいるし、お手振りの魚やってってこうやって一心助けみたいな魚売り歩いてもいるし、商売をやってる人多かった。でそれが戦後、だんだん大企業に勤めることが一番安定して重要でエリートコースになり、だんだんそういう意識がなった。今それ極端に崩れてるわけですから、その後どういうふうにしていったらいいかっていうのはね、だって方法が見つからないでしょ。なんか僕にどういうふうにしたらいいか。僕あのタリア人にいろんなところで話聞いてるとみんなたくましいんですね。あの仕事に対する取り組み方が、うん、例えばアマルフィにナポリから来てるのにね、はい、あの例えば観光業で食っている、あのしっかりした、ホテルとあの提携している運転手さんがいるんですね、うん、若いかっこいいでこう迎えに来るんですね。でいろいろ話するとあんたたち夏はいっぱい稼いでいいね、その冬はもう遊んでていいのかなって聞くんですよ。そんなことないと、夏はしっかり稼ぐけどあの冬が長いんですけどね、4ヶ月5ヶ月ぐらいは、例えばあのアマルフィで言うと段々畑みたいに造成したところでブドウ畑とかレモン畑作ってるわけですよね。それのメンテナンスの仕事いっぱいあるんですよ、造園業みたいな。それからあの建設活動、建築のこう修復とかそういうのは冬場にやるわけですね、シーズン、うん、ロバも入ってきてとか、でそれから大きな町で、現場がいっぱいあるので仕事のリクエストがあれば車でどんどん行くと、うん、で仕事がない時はロンドンに行って英語を勉強するで英語を勉強マスターしたら次はスペイン語をやるって言ってましたよ。はあ、だからなんていうんですか、全部自分で身につけた技術、知識は全部自分に戻ってくるわけです、うん、稼げるんですよね。まあ、だから自分が納得して自分がこれやりたいでこれは商売になる、これで儲けられるって考えてみるわけですけど、そういうふうに確かにで必死になりますよね。本当に必死になって、うん、みんなそうで1個の仕事しかしてない人は少ないんですよね、うん、で家族を見ても家族はあのみんな違う仕事をしてる、うん、まあ、だからあの家族系の中小企業多いですよね、うん、有能な建築家として有名な人は建築、うん、設計をやり、あの自分の会社の施設をデザインし、うん、で、マネジメントが上手い人は、ね、うん、経営をやると、で、まあ、例えば、
次男が社交的で、あの、マーケティングが向いてればそれをやるというふうに、みんなの子供たちが能力ごとに分散して仕事をして、で会社を経営してますよ、ね、それから何時も1個のビジネスだけじゃなくて、あもうちょっと極端に言うと、チュニジアで経験した例なんですけど、冬場は、魚を取って、夏場は農業ですね、そういう当たり前なんですけど、そういうダイナミックな生き方っていうのが非常にかつてはあったと思うんですが、あの日本の場合それがねしにくいっていうかね、できないっていうか、みんなそのさっき言った上司とかを行っているような生活をしているというと、もう今あるじゃないですか、例えばあの今でも新聞見て驚くのは、驚くって言って私じゃなくて驚いてもしょうがないんだけども、その正規社員ね、正規社員に若い人がやっぱりなりたかったんですよね。今社会的には正規社員というのはどんどん少なくなっていて、非正規が増えてるわけですよ。でそういう中で、じゃあ自分がやりたいことをやればいいのに、やっぱり使われたい、正規って言ったら自分の国家のやりたいことは、今言った、自分だったらね、ロンドンに英語の勉強に行くなんて全然そこでできないわけですけども、そういうふうなことを思いもつかないで正規の社員になりたいと、ちゃんとした決まった、ね、給料年収ですよね、それをもらいたいっていう若い人もみんな日本にはそれから抜けられないんですよね。でそういうのって出られたら出てないじゃないですか、その考えが。いやー、まあ安定したことをやりたい、やれればやりたいって気持ちはあるんでしょう。もちろん人によっては、ね、使われるってね、最初ありますから、非常に言いますよね、イタリア人働かないって非常に批判されます、だけど働かないのは組織労働者ですよね、公務員、あそうそう、それが大企業のビカーティっていうんですかね、雇われてる人、それ以外の職人さんとかフリーにやってる人は特に経営者いや、そりゃそうですよね。だ日本でもなんか、じゃあ大企業に入るの働きたくないから。だけど、大企業は働かされるんだから楽なんですよね。でもね、最近面白いことがあって、ちょっとあの国分寺にお鷹の道っていうのがあって、あの湧き水が湧くすごい凱旋がある、うん。日本のニュース100選に選ばれる、すごいあの国分寺凱旋の 緑地、そこに、清流が流れていて、湧き水があって、弁財天があって、かつての庄屋の家があって、まあ、そういう歴史と緑の空間なんですけど、そこに ある大手の、建設会社の設計部の有能な若手アーキテクトがですね、週末、そこでカフェのオーナーがやってるんですよ、マスターの。でそれは、地元の経済統計大の先生と意気投合して、仕掛けをして、まちづくりの。でそれを国分自身に持ちかけたら、うん、ぜひそこでやってくれって言われて、それで補助金ももらって家賃補助でやってるんですけど、でだから週5日は大企業に働いて、設計をしてる、うん、いやすごいんですよ。それでちゃんと水の専門家を育てる水の学校っていうのをやって、うん、ホームページ出てきますけど、で僕もこうして呼ばれたんですが、ちゃんともうそこは、コミュニティカフェになっていて、うん、環境問題、文化、歴史に興味ある、そうそうたるいろんな人たちが来てやってた、それは大企業の人とか、いや、そういうことはあれですか、自分 の意識の持ち次第では大企業でやろうできるんじゃないのと、逆に見ると日本の大企業も、うん、そういう人も抱えて能力をこう発揮できるような方向に変えていかないと、うん、ダメなんじゃないかなと思うんですけど、うん、なかなかそうはならないでしょうけど、だから半分隠してるんです。ああ、なるほど。言い方変えれば、大企業でもその正規社員がどんどん減らしていると伝えるけど、その正規社員自身が非常に明日は切るかもしれないみたいなね、必要なことだけやらせる、つまり今の例えばグローバリゼーションとか、例えば、ね、最近あの、なんだっけ、東京すり鉢学会って、すり鉢学会あるんです、はい、どうですか、東京すり鉢学会ってデコボコ東京のデコボコ地形のね、が大変面白いですね。東京の本質をついてるわけで、歴史的形成と土地利用の歴史を物語ってるんですけど、そういうのを徹底的に調べ、面白おかしく、本質を極めて調べる学会を立ち上げて10年前から、
で本当に県学会とかいろんなイベントやってる男がいるんですよ、うん、皆川さんっていう会長が、うん、某大企業建設会社の設計部の、うん、今仙台に意図的にあの北陸の三陸の問題なんで仙台に希望して赴任したんですけど、ね、彼は引っ張りだこですよ。だけどちゃんと仕事はしてるんです。土日を利用して全国管理して、だからできなくはないと思ってきたのかなと思って。それから電通に勤めている女性のアリバイのステージ、全部大企業の話は、じゃ今大企業の話なんだけど、大企業なんでもできる、大企業に勤めているあの女性で、旦那もあの電通の人なんですけど、で女性お料理教室をやって、お料理の、研究会で本も出していて、休みをちゃんと取って、あのイタリアのマンマの味を勉強しに行って。わかりました。まあ、あの家がやっぱり大企業だったら、まだその生活の安定化が強くできるけど、逆に何もない人は、その何やっていいか分からないけど、明日の生活が不安でもまとまりもできないみたいな状況。まあ、食の問題があるだろうと思うんだけど、ご承知のようにイタリアも9割7分ぐらいやっぱり個人事業者でしょ。で日本でも実は大企業とかいわゆるそのそれなりの企業が2割にも満たないんですよね。だからいわゆる経済としてはイタリアパークと違うようなね、個人事業者であるのは日本はどういうわけでしょ。そうですね、なんかみんなさっきなしたけど、みんな暗い感じでなんか先が不安だっていう。で要するに子供たちが継がないでしょ日本で、うん、イタリア継ぎますよね結構、うん、いや僕サルデーニャ調査した時に羊飼いの人たちといっぱい知り合ったんですけど、うん、羊飼いっていうのは考えてみると社長なんですね、うん、羊飼いっていうのは羊を100頭200頭の社長なんです、うん、それで息子が継ぐんです。あ本当にいい職業、で今車が使えるのでディスコが抜けるし家にも戻れる。だから車が使える時代になったので、かつてのような辛い羊飼いじゃないんです、うん、で、非常に優遇されてるし、うん、それからやっぱりあの親の代が経営してたやり方を超えて、うんうん、自分が付加価値をつけてビジネスとして成功させるっていう、うん、そういうことを子供がやるっていうのが多いですね。この間ね、子供はそういうのが価値を認識してるってことですよね。そうです。この間僕びっくりしたんだけど、うん、あ三越でイタリアフェアが行われて、まあ、よくやりますよ三越さんとか、はい、1週間ぐらい、はい、それで日本橋三越でイタリアフェアが行われた時に、あのシチリアのアグリジェントっていう町の近くに、はい、シャンカっていうちっちゃな町なんですけど、はい、そこも僕ら調査したんですよね、うん、で本とか雑誌でそこを出版して紹介したんです。でそこの釈迦の、おじいさんは漁師なんです、うん、お父さんがそのアンチョビですね、アンチョイワシ の, その加工業を始める、缶詰を作る、でお父さん会社を作る、でその今社長若社長はまだ30代なんですけど、うん、それをもっと工夫して付加価値つける、うん、デザイン的にもかっこよくして世界に売ってるんですね、うん、でとりわけアンチョビは日本人が好きなんです、うん、で三越 の, そのイタリアフェアに出店しているイタリアの小さい企業がいっぱいあったんですけど、その中で売り上げがダントツなんです、うん、だから日本の市場では彼は引っ張りだこなんです、うん、で英語はできないんです、うん、でもアメリカにも売ってるんです、うん、そうやってだじいさんの代は漁師、うん、お父さんの代で会社を出してる、うん、で息子の時代に国際化する。そういうのが多いですよ。いや今日本でもテレビでも時々ね、あの個人のね、いわゆる何ですか、いろいろ物作りをしてる人たちいますよね。そういうのをなんか息子が継いでるっていうのがよく取り上げられるようになってるから、そういう時代に入ってきてるような気がするんだけど、日本でもね。だからやっぱりグローバリゼーションのいいところを経験して、うん、あの、うん、刺激を得て、うん、自分の家族 の, その資産っていうか、うん、そうだって自分で立ち上げるの大変なわけだけど、ベースはあるわけですから、うん、ネットワークのわけですから、話があるところに拡散していっちゃうと困るんだけど、
心当たりでちょっとお話したいんだけれども、あの一つその前に、例えばあの自分でもさっきのね、あの、海辺のね、あの海岸観光道みたいなのがあったら、シャーマーヒルとかでもね、実はあの神奈川県に近く小田原市ってあるでしょ。で、私ね、ちょっと小田原市に縁があって、あそこで育ったんだけど、そこに小田原漁港ってあるで、そこのところをね、今でもひどいから、もともとそれを魚取って、まあ、陸揚げするだけに使ったんだけども、やっぱりなんとかね、きれいにしたいという気持ちはあるんだけど、ということは、魚が取れるっていうだけで集まってくる人がいるわけですよね、それ魚食いたいって言ってね。それから、いわゆる最高峰のあれで、釣りバカ人気のあれじゃないけれどね、釣りに来る人もいる。だけど夜になると、閉鎖たるね、もう怖いよ、真っ暗なんですよね。どうしたらいいか、例えばね、今度、例えば市長に会って、そういうことの提案をなんかしてあげてもいいと思うんだけども、当面ね、さっき出たように、メンタル的に日本人がもうそういう時、夜になって出歩いてくつろいで、なんていう雰囲気にはないわけですよね。何から始めてやればね、そういう海岸べりが発生するかっていうのは、なんか、本当にこれからの問題みたいな感じですね。今ですね、港湾ゾーンは本当に管理が厳しいっていうのがあるし、うん、なんか街づくりの中で異様な普通の生活とは切り離された場になっちゃったわけですよ。だからかつては江戸時代近世から近代の前期までは港は非常に町と接してたんですね。でそれがだけどまあ堤防でがっちり守るっていう治水上の問題、防災上の問題もあるかもしれないけど管理、それでコンクリートで固めてもう本当遠い存在になっちゃったんですよね。で、で漁業もますます水揚げが減って衰退してるんだけど、補助金はつくからコンクリートでさらに固めていくっていう、どうもそういう構造があるみたいで、ますます東北だったらまた同じ手続きで、そう、本当に怖いんですけど、でやっぱりあの僕真鶴っていう町も好きで、いやそうですよ、私は遊んでたわけです。真鶴いいですよね。いいですよ、だってお魚美味しいし、あの漁船いっぱいいるし、それからあの船をこうメンテナンスとかしてこう上げるスロープがありますよね、両側に。で、あそこ海におみこしが入るんですよね。あれすごいです、僕らも。ゼミの学生もおみこし担いで海入りましたけど。あれね、あの真鶴岬があるからいいんですよね。あ、そうです。両側がこう、そうです実は岩との間、岩村との間ね、これ。実はあの、法政で教えてる富永ゆずるさんが真鶴の別荘を持ってるので、それで僕たちもそれで誘われていくようになったんですけど、本当にあのまだね、あれも昔からほとんどね、私見る限り今まであんな調子でいいものを持ってたんですよ。人質にあるものはいいんだけれども、つまり日本の街をこれからね、きれいにしていくっていうのになるとね、やっぱり今言ったあのコンクリートで固め切っちゃってる街が来て、あそこね、富永さんがポルトフィーノっていうあのジェロマの近くの、ね、町とよく似てるって言って惚れ込んでいろいろ話するんですけど、であの弁護士の五十嵐啓紀さん、法政の法学の先生、彼らがだいぶ前に美の条例って真鶴でやりましたよね。ああ、やりましたね、はい、あれ素晴らしい話題になって、町づくりのお手本のように言われてきたんだけど、やっぱり営みが入ってないんですよね。何が入ってない営みだから、ああそう、生活のレストランとか、はい、その漁業とか、あと形、造形、景観のディテールまで頑張ってやったけど、その中、どう使うのか、どう面白がるのか、どう人が集まるのか、どう楽しむのかって、そういうのが伴ってないので、ということは、五十嵐さんがやってもそういう営みを抜いちゃうって、残念ながら入ってないですよね。で、僕たちは後から随分行って、その学生たちも富永県の連中とうちの研究室がワイワイやってワークショップをやったりして、まあ、ある時活性化はしてたんですけど、で地元の、あのいろいろな人たちもいろんな本当にやりたいっていうことで、答え出たんですか？だからなかなか出ないな、ちょっと中断しちゃったんですけどね、そういう努力はすべきだし、それとあんなにおいしい新鮮な魚がいっぱいあって、それなりにあのいいレストランや料亭があるかどうか、料理屋があるのに、デザインとか場所の選択とか、それが元で
町が動き出すとか、周辺とのつながりじゃないんですね。その話、今までの話で、まさしくさっきね、映像なんか出てた、要するに景観をね、景観とそれから、まあ、なんていうか、そのリラクゼーションのね、心理をね、うまく形に捉えることがやたらうまいんだよね、やたらね。そうそう、だから人の心をキャッチして喜びを。実は喜びで日本は方法にしたことを作らないといけなくて、でもね、温泉とかね、そういう極地のなんか文化も持ってるんですけど、うんうん、ことその港町とか、まあ、町の景観とか、そういうものとうまく連動して対話して場所を作っていくっていう、そういうのはまだないんですね。日本人そういうの思いましたけど、温泉ではね、浴衣の日ぐらいで町歩くと普通のんですよね、ガラッと変わるんでね、あれはやっぱりね、昼がドイツ人に夜なんて感じっていうのは、私たちが着替えると日本人も変わるという、そうです、本当に。なんか本質を隠されてるんじゃないかな、日本人は。やっぱり、殻に閉じ込まれざるを得ない。時間があれなんですけど、村井さん、また、ちょっと話を一応ここであれして、それで飲みながら、皆さんと、ね、した方がいいかなというのもあるし、結論つけるようなことではないかもしれないんですけど、ちょっと何かありますか？そうね、石田さんの話は、今のちょっと話、ちょっと続けた方がいいと思うんだけど、そうすると、広がりを持った地域を魅力的にするっていうのが、イタリアのね、こう町づくりでうまいとこだと。で、日本はその辺はちょっと、できてないよというメッセージがさっきあったんですけど、そのようなことをもうちょっと話してもらうといいかなと。この間静岡清水を舞台にして、飲み会社はどうと思ってますか？都市再生というか活性化というか個性ある地域を作るための、コンペっていうのがあってワークショップっていうかで、内藤博さんも関わってで鳩先生って鳩羽の羽羽田の羽の東あ富士って書く面白い人がいて、交通計画から始まったので、都市工学先生って今、元の道路の社会基盤の先生なんですけど、すっごい面白い発想の人で、彼が仕掛けて、まあ、やりましてね、で静岡と、市民をどういうふうに都市の地域の文脈を捉えて、で、まあ、今、津波の問題がね、危険、心配されるので、それにも、まあ、耐えられる提案が望ましいという。難しいんだけど、でも地域の個性を発揮してっていうので、学生のグループもあったし、日刊石鹸のグループとか、プロもいたんですけど、ミックスもありました、オーディガンも参加したり。で、まあ、地域を捉えるっていうのが、どうもね、まあ、その要するにインフラを、その大きい交通の移動と、その生活空間としての小さなスケールを組み合わせたりとか、そういう、まあ、ある種、やっぱり機能主義の。で歴史とか地域の神話まで含めた物語とか、本当のこう深い資産を引き出すようなそういうアプローチっていうのはほとんどなかったんですね。それは難しいことは難しい。清水は漁港で本当に歴史があって巴川って川が流れていてそれの上流のあと登ったところに戦国時代の城があってそこから家康時代に下に港が移ってきて近代には海っていうすごい面白いストーリーがあってそういう空間今もいろんな資産があるんですよ。だからそういうのをちゃんとサーベイしたり評価して現代に生かすとかっていうことを提案するグループが大きいのは、うん、清水って例えば具体的にね思うのはやっぱりあれね新幹線と高速道路で分断されちゃったんだよね。あるんだよね山が海がこれがであそこにある老舗の旅館に泊まったことがあるんだけれども、まもなく廃業しちゃいましたね。やっぱりね、そのいいものがね、新幹線とか高速道路っていうのは、やっぱりね、注意しないと分断しちゃうんだよね。だから、ね、金沢くらい集積があって、都市のイメージをみんなが共有して、ビジュアル、見た目にも分かりやすくて、構造がね、共有されてる、そういうところがすごく。やりやすいですけど、一変そういうコンテストが分かりにくくなり、しかもインフラが分断したりしているところで、どういう、そういう過去の蓄積とかレイヤーとかを全く
あのカウントしないで、まああのまあ、現代の機能とかそのゾーニングとかこれからの不動産的ポテンシャリティとかそういうことだけでやっていったら街はますますつまんなくなるんじゃないかと思うし求心力がなくなると思うんですね。あの人は大体その都市計画って言われるものなんだけどあの市町村なんかでそのアドバイスをもらってる人たちっていうのは大体そのデータばっかり出しててそれでもって今言ったその生活の実感を持ってる部分というのを形にできる人たちをその組に入れてないっていうのがすごくありますね。だから金沢がね金沢市がスポンサーになってあの始めた今年2回目の歴史的都市空間の再編っていう学生のコンペはすごくいいと思います、うん、ただ大学教育であんまりそういうことやってこなかったので、うん、あの案がですねやっぱり発想はいいテーマと捉え方はいいけど全然詰めていくこう論理筋道だってが全然できないとか、うん、あのまあ、都市高のグループも当然都市高のグループもあってすごく騒がで面白いすごい面白い提案なんだけど全然その、拠点として選んでいる子どもが、ですね、周辺の学校に通わされているだけど旧市街を通ってまた自分に帰るなんていう子どもがいっぺん家に帰る前にランドセルを置いて遊んでいく拠点を作りましょうなんていう発想すごく面白いんだけど、うん、この拠点のに当たる場所の選び方とかその建築の演出の仕方とかが全然ダメっていうのがねやっぱりそういう地域のイメージをこう掘り起こしてテーマを出して総理立てて戦略に立ちあの組み立てて、こういうふうに具体的にこの街を変えていきましょうっていうようなそういう提案ってなかなかやったことないですよね。ないんでしょうね建築教育の中でも全くないしでそれはいわゆるどういう才能で、どういう資格で、どういう能力かって言った時にちょっと、ないじゃないですかで特にそのこの国みたいに資格主義だと資格がなきゃダメじゃないですかでその資格を取るっていうことは資格のために勉強したりした頭になっちゃってるのばっかりそれるみたいなことになるとイタリアの政権がすっごい柔らかいところなんだそうですね、あの、ですね、ちょっと今日言わなかったキーワードでガストロニアっていう言葉が非常に最近意識的に使われるんです。昔のね、あるそうですね。昔からある言葉なんですけれど、これを重み付けというか意味付けして英語であのそういうガストロノミーって言いますか？ないですね。ない。フランス語あると思うんですけど、ガストロニアってすごくいい言葉で、まあ日本語にあえて訳すと食文化、食文化、異食がで、要するに。まあ、美味しい食事にこだわるそのレストランそれから食材その文化全てを言うわけですけれどそれが例えばですねトゥリンクラブイタリアの、 あのイタリアのガイドブック都市のガイドブックマイウェイ人に並んでいてアルファベット人に並んでいて、小さな町に行われているわけですけど概要があってそれから簡単な歴史があって次がガストロニアですねで必ずあのワインで次が美術あそうです、ね、建築だから美術建築よりもガストロミア上なんです、ねうん、それでそれが最近町おこし、うん、地域おこしのキーワード、うんうん、でもうそれを意識したあの店舗展開とか、うん、あのストリート展開、うん、そういうお店がほとんど出てきてるんです、うん、オスカーヌにしてもプーリアにしてもでレストランがすごくリノベーションなのでその場所の雰囲気を醸し出して環境に開かれてああいうアマルフィ海岸のように大自然を見ながらとかテラスの作り方がないとかそういうだから場所風景それとガストロミーで家族経営で顔が見えてサービスもてなし、うん、楽しいこれはあの日本になんかそのガストロミーみたいな、食事なんだっけ、なんか食事工学で何だったっけそういうのみなんで、そういう学があるって言って輸入しちゃったらいいのそうですねスローフードは入ってきてるんですけど僕は、うん、スローフードってちょっとねやっぱり日本では食育っていう言葉を使います、うん、食育でこれは確かにあの健康にいい言葉です、ね、食育っていうのはだけど非常に気まじめでしょ、うん、そう食育がいや僕そのさっきの尼崎に住んでいるイタリア人の男性が書いた本で一つ面白いなと思ったのは
子供を育てるときに日本人は何でも好き嫌いしないで食べなさいって教える。でこれで料理の楽しさがなくなっちゃう。イタリア人は好きなものを食べなさいって言って育てるんですよ。僕よくわかんないけど、でもわかるような気するんですね。でお料理が好きになる、うん、だから好き嫌いとかいいものとか本物だとかってそういう価値の基準が頭に入るわけです。体に入る。わかりました。ちょっとね、話が、これちょっとダラダラに、割とまあいいと思うんですけれども、つながるんで、時間がちょっと過ぎてきて、私がこう、なんか家で委ねると、とてもなくなっちゃうんだけど、ね、どうですか、もうそろそろ会場からなんかご意見があったらいただいて、というふうにして、はい、はい、はい、どうぞ。先ほど、陣内さん、ベローナ、ベローナ、ベランの、実は私、今、仲間です。あ、どうでした？4人で夫婦初めてですよね。旅はですね、実はそのあの頃先生が小論文を真剣に作りされて、北イタリアはなぜ論文か、論文かな、それを私どもは検証しようということで、ソースに行ったんです。だから、ピラミッドラジルって、ジェッサーの郊外、ジェッサーと来られたところも埋まってきたりしましたし、イタリアはなぜ元気なのか、あの当時、イタリアはもうほとんど世界が取り残されているような状況ですね。非常に惨めなイタリアです。あれで北イタリアをはじめとして徐々にイスラムの中に自信を持って、イタリアもこう、伸びていったというか、文明というか、国民がね、元気になったと思うんですけども、その後の検証、私どもはその先生の書かれたその北イタリアはぜに、大体分かりました、書いていることが、なるほどというふうに理解させて、現在、北イタリアは、今日はトレビゾン一つありましたけど、だって中国から南の話です。ベネト地方の現状というのは、どう変えているのか、質問したいと。それから、僕ら旅した後、ここで実は報告会やりまして、大倉さんがですね、僕はこのカフェテラスのことについて、道路にどん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 競り出して、カフェテラスのヨーロッパでは、みんな楽しんでると。ところが日本は、ちょっとそういうことをすると道路交通法だなんて警察から取り締まられる。なぜその辺のね、ところでその日本はそのダメなのか、そのなんかもうちょっと方法はないのかというところを、なんかもしもそういうことで僕らなさってであれば、それをちょっとヒントになるようなことですね。ここにね、ちょっと先ほどちらっと説明したんですけど、やっぱり第3のイタリアって言って、北イタリア、中部イタリアが元気になったのは80年代、90年代前半までですね。でそこで、繊維産業とか、まあ、ファッション、デザイン、木工なんかも含めて、であと靴とかですね、特別な機械、ね、まあ、クオリティの高い、本当に、イタリア人ではできないようなものをどんどん作って、世界に広げたわけですよね、市場をね。ところが、まず問題はですね、工場を外へ移さざるを得ないんですね、労働力、賃金が安いところへ。で、それで北アフリカとか、東欧とか、で、中国とか。で、今もどんどん出ていっちゃうから、雇用力がなくなっちゃうんですね。で、本当に80年代、ベネトンはじめ、もうどん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 企業が、だから工場を作ったんで、風景は全部壊されたんですよ、ベネトン。でも経済力が上がって、それまでは遅れた農村だったんですね、ベネットは。特に鳥の中に労働力を派遣する。それが、クオリティの高いデザイン性のある靴なんかもそうらしいんですけど、それもどんどん作ってる先進企業があって、みんなちっちゃい企業ですよね。で競争力があって、そういう部分が支えてるっていうことなんですね。で、相対的にだから本当にもっと遅れていた南が別の、トスカーナは農業、ワインとか 食料品とかですね、そういうのクオリティ高い、ブランド化することによって、どん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 出てきていて、今の日本はイタリアから食材を輸入してますけど、そういう、また今度は工業製品、いわゆる機械とかファッションとかっていう、続くものとして、そういう農業や自然の豊かさを、恵みをイタリアらしく加工し、製品化しているようなものが次に続いてんじゃないかと思うと、それとそういうものは全部ガストロミアは観光と結びつくので、文化観光、ゆったりとした従来のマスの観光じゃない
観光が中部とか南部に広がってますね。で北は北でもちろんそういう観光はなくはないと思うんですけど、そういう意味では北がダントツにこうリードしていた時代じゃないんじゃないかというのを思うんですけど、で中国の進出がものすごい脅威になってますね。だからミラノでも今ミラノにいる人たちに聞くと、日本の商社マンの数なんかバタッと減ったらしいですね。もちろん留学していく人が減ったし、多分ミラノのミラノは80年代ぐらいまではどの設計事務所にも日本人の建築家とか、まあレストランで日本人の国産がいたんじゃないですか。今いないですよね。イタリアに基本的にやっぱり今相当低迷していると思うんですよね。で、まあ、実際にそのさっきから出ているように個人主義の国だし、その個人をベースにしてその社会を作っている自覚があるから国を信用してないというようなことにあって、北の方の人たちというのは東京なんかで考えているのは大企業に属しているという思うとそうではなくて、やっぱり自分なんか商業についているから都会にいるような程度なんだけれど、やっぱり小さいわけですよね。でもご承知だろうけれど、私が知っている、まあ、10年ぐらい前のデータだったら税金のね補足率はね6割ぐらいなんですよね。でみんな税金払わないってお金が、それで自分の立場のものにしてるわけですよ。逆に言うと6割も、ね、4割補足できないとするとね、これはね補足するのにも金がかかって修正士がものすごくいるわけですよ。やらない。でそういう中で自分たちの生活を食えればいいという格好でやっている中でイタリアがここまで生きているということだから、表から見たらちょっと分からないことはそう思うんですね。で南の方に行って今ギーナ先生が言ったように、その個人の形でつまりファミリーですね、ファミリーの形でその国なんか関係なく生きていけばいいということが元気出てくれば、イタリアはまたそういう意味で南からねリバイバルするという形が見えてくるかな。人はすごい疲弊してたんだよ。みんなもうしょうがなくやってるようなこともいい。それにやっぱり表向きは言わないけれど、その中国の企業がどんどん買収したり乗っ取ったりしてるって聞いてますので、そういうのに対してこのイタリア人が面白くないと思ってる面がすごくあるようですね。それはミラノにいる友達から聞いてる話なんですけどね、まあ、そんなこと思ってますけどね。その場合ではそのカフェテリアですね。カフェテリア、それデモクラシーのその古代ローマ帝国時代からロシアがあったけど、日本はせいぜい明治の出てからじゃないかみたいな、そういう意味でのその像をこうどんどんこうカフェテラスが占領していくみたいなものに対する、どうっていうの結局ね、僕は言ってごめんなさいね結局地域主義なんですよね、イタリアは。そのリージョナルな方法に、方法っていうか仕組みですから、その町が良ければいいということで、町の行政庁が認めればいいということで、なんか国の基本がその道路に対する法律はないんだろうと思うんですね。もちろんなんか基本的なものがあるんだけど、その優先順位とかそういうことも含めて。そうすると、その日本では道路は国土交通省が管理して、1級、2級、3級、4級とかかかってて、それでそれに対して、食品衛生法みたいなのが変わって、レストランの出し方なんかみんな、規定が全部変わってるんですね。そういう中で、徐々にその許されるようなことが起こっているようだけれども、そういう形で日本は来ているから、向こうでは そこのところに、これもさっき陣内さんがおっしゃったように、その街の中で公共資金がいいじゃないかと言うんだったら、ここちょっとレストランを置きたら、椅子並べたいとかって言ったら始めてしまって、それが事実化して、その住んでしまうというようなことがずっと起こってきたんですね。で、その辺のことの地場主義、その地場が優勢であると。そこに起こっている人の考えが優先であるという考えがやっぱりすごく強いですよ。そういうものが優先している、まあ、歴史的にそういうものじゃない。もう一つあとは気候の問題があるかもしれない。でもう一つはその道路とかね、それから空気の汚染状態とか騒音とかそういうことの関係もありますよね。で日本も今モータリゼーションが一応杉原プラカの気があるから、割とこのところは、ね、車を通さないでいいとこ街にしようというふうにぜひ言うけど、ついこの間まではそのモータリテーションによってそのもうとても店なんか水の前に店なんかもらうといけないという時代もあったわけですよね。そういうようなことが変わってきていると思いますよね。歴史的にたどるとおそらく19世紀終わり頃からパリとか出てきたんだと思うんですよね。交換、それまでは
あまりないんだと思います。ただあの広場で仮設の露店とかですね、テントの商売とかそういうのはいっぱいありました。でテーブルと椅子を置いてカフェテラスが出るっていうの図像というかそういう絵画ってあんまりないんですよね古く。でフランス人の歴史学者とちょっとおしゃべりした時にフランスでも多分19世紀後半じゃないかって言ってました。で、まあ、ベネツィアもですね広場にそのカフェ今のようにカフェテラスが出てるっていうのは19世紀っていうのはあんまりなくて、まあ、だけどちょこっと例えばカフェフロリアって有名なそのものにあるんですけど少し椅子置いてあったりそういうのが19世紀終わり頃で、京都と起きてるんだけど木渡彩さんっていうベネツィアに留学してベネツィア近代の運河沿いのいろんな利用の仕方とかも含めて研究してるんだけど1930年頃って言ったよね。ほらベネツィアの大運河沿いとかってホテルが元の貴族の館を転用してホテルになってるの多いですよね。その前に本当こうテラス木製のテラスがこう張り出してますよね水上に。あれ船着き場だったのをさらに広げて拡張してかっこよくして朝食なんかが取れるすごく素敵なテラスになってるんだけどあれも1930年頃に出てきたんですよねというふうに調べて分かったんですけどね。だからむしろ例えばベネツィア その大運河なんかは船がどんどん入ってきてかつてはオリエントとの交易で商品運んできて荷揚げをする場所だったわけですよね。そういう収納使い方しなくなったからこそ人間の使える空間に変わるわけなんです。で近代むしろ浸水性の高いアメニティの高い水際のおしゃれな空間が広がったっていうのがヨーロッパなんですね。だからアムステルダムだってボートハウスなんていうのはもうむしろ近代の産物なんですね。だって荷揚げしてた時なんかはそんなもの見つけるはずがない。カフェテラスが水際に並ぶっていうのは近代なんです。だからむしろ近代に契約を結んでそういうことを言うむしろ積極的に奨励したと思います。で路上の場合はパリにしてもメンツにしてもミラノにしても全部公共空間に椅子やテーブルを並べるのはちゃんと占有面積使用期間に応じて使用料税金払っているわけですね。だから冬も3ヶ月を除いてお金払う。そうやってで日本ではようやく公共空間に地域社会が 協議会で合意すれば民間の営利空間を出せるようになってきつつあるんですね。今実は隅田川の、浅草のところ2店門というのがありますけどそこから川の方に出た、堤防の内側なんですけどね河川区域内なんですがそこに2軒カフェテラスがカフェがオープンカフェが出ることになった。それも協議会で1年かけてやって合意が取れた。だんだん広がると思いますけど こういうふうに一つの案がないな、いくらでも不足、続くまた実例も出てきてしまうんですが、いいですか、そこで。なんかじゃあ、ちょっと時間ください。一つだけもう一つあれば伺いますので、いらっしゃいますか。特に質問したいというか、あるいは言いたいことが、一番奥の方で、はい日本デザイン協会の木村です。はいまあ、イタリーでね、その魅力的なその再開発が行われているという話をいろいろ聞いたんですが、日本でさっきその交番がね、そのいろんな規制があるという話もあったんですけども、日本の場合は商店主の抵抗っていうのは結構大きいような気がするんですね。地域の。で、僕は2年前から東京都あきる野市に転居してるんですが、その町は非常に魅力的な人たちがいっぱいいるんですよ。ところが、その新しく再開発したところが非常にね、魅力的じゃないんですよ。でどうしてそうなっちゃったのかっていうのを地元の人に聞くと例えば駅前にあるものを持ってくるといいという提案が出た時にそれを潰しにかかるらしいんですよ他の商店主たちがそこに持ってくるその魅力的な施設と競合する人がそこにそれを持ってきちゃ困るとだから全部そういうものが潰されてって面白くなくなっちゃうで僕らも大倉市なんかと一緒にその再開発みたいなちょっと首突っ込んだことがあるんですが商店主のまとまりがないわけですよね。だから街並みである魅力を作ろうとするとどうしてもいい場所悪い場所っていうのはできますよね。それを許さない人たちが多くてまとまらない
だからその辺をイタリアではどういうふうにしてこう克服していったのか、個人主義の国だと思うんです。まあ、もともと出入りがあるんだと思うんですよね、日本に比べて。日本は商店街、これ日本独特だと思います、商店街っていう、あるいは町内会っていう。非常にコミュニティがすごくある小さい範囲でしっかりとできていて、しかも日本の商店街はそこに住んでるんですね、もともと。町や町民地なんですね、もともとはね。で、今、どっか通ってるかもしれないけど、だそういうトータル、全人格的に、そこに全てをかけてみんな一生懸命やってるので、そこに変な人来たら困るっていう。でイタリアの場合も割り切って借りて通ってるお店ばっかりなんですね。住んでる人はほとんどいないんで、だからそこはどんどんコロコロ変わっていって、名前はあの元のね、名前レストランの名前とかお店の受け継いでいても、あ、まあ、みんなコンセプトは変わってるっていう。で日本は本当おっしゃる通りで、あの物を貸したり、あのだから不動産を貸したり売ったりしないらしいですね。特に来て営業するために借りなきゃいけないですよね、あるいは買わなきゃいけない、その不動産をですね人に提供しない、これが動かない。でイタリアの場合はダイナミックに農場だってどんどんあの別の人が大規模に経営していったり、外から来る人がワインセラーを作る、あのワイナリーを作ったり、本当にダイナミックなんですね。だからアーキテクトがワイナリー経営したりとか多いんですよ。そういう開かれたメンタリティっていうのは日本でも作っていかないと動かないんじゃないかなと本当思いますね。で最近あの、高円寺が面白いっていうんで、あの学生が卒業論文で調べてるんですけど、高円寺の北は純情商店街とかちっちゃなお店がいっぱいあるところ割と地元派らしいんですね。で南はね、あの古着屋さんとか若者向きのニューカマーのビジネスを、小さいビジネスをやってる人たちが受け入れられて入ってるらしいんで、その2つが、ちょっと違う個性なんだけど、あの、阿波踊りで一緒にやってなんとかつながってるっていう話ですね。だからそうつなぐ、受け入れる、なんかそういうメンタリティとつなぐ技術というか、そういうのは日本的にこれから工夫しなきゃいけないし、ね、いや、もうそれでいいですね、私。いいですか、それで、はい。ちょっと長くなってすみませんでした。8時半頃に一応、だいぶ時間取ってしまったんですけれども、それでは、じゃあこれでお開きにしなきゃいけないんですけれども、なんか最後にまとめの一言しなきゃいけないけど、いいですか、私がなんか喋って。皆さんどうもありがとうございました。今日はですね、どういう話になるか全然予想がつかなかったんですけど、私、陣内さんは、いわゆるこういう、議論というか、そのイタリアを魚にして日本の問題を話すということで話したのは今晩初めてなんですね。それでお互いにそういうことではまず聞き合う、確かめ合うというようなことも我々の間でも行われました。それで私が今日の話の中で立場を割とその日本人の日本人の日本人のというふうなところで、行こうと努力したわけですけれども、その中でね、今ちょっと偶然持ってたんですけどね、この間の新聞の中にこんなのが出てたんですね。自分がメモしてるから赤が入っちゃった。生きづらいどう生きると、これ朝日新聞のなんか記事なんですかね。これで私は知らなかったんですけれども、このインタビューで、渡辺教授さんという方ですね、知らなかったんですけど、なんかそうしちゃった。一番最初のこれだけちょっと読んでみると、これがすごいんですね。資本主義の進化深まったんですね。進化が共同社会を壊したと、また成長が必要かと、こういうタイトルで、今日の中のね、結論としてね、深く日本人にある問題っていうのはこういうことに変わってくることがあるんじゃないかということが、まあ私は言いたかったと。ちょうど見たらこれがあったんで、まあ書いてたから関係あるかと思ってたんですけれども、ちょっとこのことはね、資本主義の進化が共同社会を壊したと、それからまだ成長が必要かという質問があるというあたりを、まあ、今日の私は必要か必要かというか必要があると思っている方なんですけど、どういうふうに必要にさせるかということは問題だと思っているんです。そういうのを思います。一つありますか、皆さん。いいですか。じゃあそういうことで、今日 のトークイベントは終わらせていただきますけど、よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。